風呂上がりじゃないよ、さっき帰ってきた。でもなんか髪の毛がちょっとなんか今日は雨がさ止んだり降ったりしてさ濡れたりもしてさ、なんかちょっとなんか髪の毛がなんか湿気ました。今日そうめっちゃ雨降ったり止んだりしたよ。なんかさ突然降ったり突然止んだり、そうなんですよ。でめっちゃ土砂降りになったりね、そうなんです、びしょびしょ。なんか前髪雷すごかったね。すごかった、ほっとんどーみたいな語彙力な。なんかさ雷鳴ってる時さ傘さすのためらうんだよね。なんかなんかテレビで前見て傘をさしてる上の金属の部分に雷が落ちてきて感電したみたいなのをなんかテレビで見たんですよ。それでなんかそれを見て以来なんか雷鳴ってる時に傘を刺すと危険なんじゃないかって思っちゃって、そう傘に落ちるっていう、なんか何も刺さない方が落ちないんじゃないかっていう。そうなんです、めっちゃ鳴ってた雷。なんか雷そう久しぶりに聞いたもん、聞いたかも雷の音。うん、私にも落ちるの？人にも落ちるの？そうなの？感電しちゃう。へそ？隠した？へそないからおへそないから、おへそないです。へそないかい、へそないかい、瀬戸内海。証拠を、うん、お腹出しの衣装がないので、へそないかい、へそないかい、瀬戸内海。違う違う、これはよく言い伝えられる話なんですよ。へそ内海瀬戸内海の話。なんか雷の人が、まあ、雷の人誰やねんって感じですけど、なんか瀬戸内海にへそを探しに行ってたんですよ。へそ内海、へそ内海って、それを瀬戸内海って聞き間違えて瀬戸内海になったんですよ。諸説ありますが、瀬戸内海のなんか由来みたいな。そうだよ、私バスガイドから教わったんだから。これなんかバスに乗っててバスガイドさんが言ってたの。ありがとうございます。初耳え、そうだよ、これ私のダジャレとかじゃなくて本当になんかそういう由来なんですよ。知らんけど、私も聞いた話ですので。聞いたことある？ギャグとかじゃないですよ。そう、バスガイドさんが教えてくれました。なんかここは瀬戸内海ですって、なんか瀬戸内海をバスが走ってて、ここは瀬戸内海ですみたいな、瀬戸内海ですなんか瀬戸内海ですみたいな感じで説明してくれてて、ねえ、そうだよ、ちょっと調べるね。へそ内海、瀬戸内海で調べたら出てくるから。へそ内海、ほら瀬戸内海。あ、出てこんかったあ、じゃあ出てきた、出てきた、出てきましたよ。え、諸説ありです、これは。うん、ちょっと微妙ですね。昔話ではないんですけどね。え、ちょっとなんかの記事見ますね。
ちょっとある記事読みますね。その昔この辺りの会場に雷の親子が住んでいました。ほう、子雷子供の雷様が10歳のお祝いに何か欲しいものはと聞くと、子供のおへそが欲しいと答えました。早速親の雷様は会場あたりでお腹を出して寝ている子供たちのおへそを3000個余り集めて子供の雷様にプレゼントしたのです。喜んだ子供の雷様はやったーとおへそを持ってはしゃいでいると、誤って雲の切れ目から切れ目からおへそを海へ落としてしまったのです。悲しんだ子供の雷様は会場に来ては太鼓を鳴らしながら、僕の落としたへそはないかーい、へそないかーい、へそないかーい、瀬戸ないかーいと、はい、そして後に落ちたおへそは島となって浮かんできたとさ。瀬戸内海には今も3000個余りの島があると言われています、というなんか言い伝えがあるそうです。私も今ちょっとこれ初めてこんな詳しくは知ったわ。いや、めちゃめちゃ傘ありがとうございます。おへそだったらしい、あの島はあのおへそらしいで、3000個の。へえ、そう、へえって言われたらそうって言うしかないね。へえ、そう、おー、へー、そう、3000も島ある、そうなんですよ、そうなんです、島が多い、いいですね。どうしたって、なんか私今日変ですか、今日なんかなんだか変なんです。中村舞なんか変なんです。だから ST の衣装はおへそ出さないのか。そうなんです、実は ST のみんなおへそがないんです。なぜならば子供の頃にみんな奪われて、それが島になったからです。 STU のみんなはおへそがありません。都市伝説？メンバー何歳だ。確かに確かに確かに。じゃあマイケルの島のおへそ、うん、マイケルのおへその島に行ってください。マイちゃんの島どこ、今度探しておきます。いいな、島巡りしたいな。へそ巡り、瀬戸内巡りみたい。瀬戸内へそ巡り。傘、あ、パラソル、ありがとうございます。あ、まあぜひあの言ってください、これどんどん伝えてってください。どやりながら言っていいですよ、瀬戸内海の由来。
テンション高い嘘いつも通りですよ、普通だよ。なんかね、眠いんですよちょびっとだけ。なんでなんかすごい頭が働いてるのか働いてないのか分かりません。働いてます。特にいいことがあったかと言われたら、特に何も今日は大してそんなラッキーみたいなことはないですけども、そんな日もいい日。あ、くしゃみ出そうだ。私ショールームでくしゃみしたことないんですよ。なので私のくしゃみを見た人はレアだと思ってください。白ー、私のくしゃみ見たことないでしょ。なんだそのポーズ。え、くしゃみが出そうな時こうやってやるんだよ。そしたらくしゃみ出なくなるから。私全校集会の時よくやってたの。あの校長先生の話とかさ、なんか全校生徒って多いじゃないですか。こうやってやってました。1000人近くいたんですよ、その高校生の時に。ってやってました。これめっちゃ止まるよ本当に。めっちゃいい。ありがとうございます。くしゃみそましたことないね。何マンモス校って、マンモス校って何ですか。マンモス校っていうの。え、今度やってみて。くしゃみ出そうな時嘘だろって思うじゃん。これやってみて。ポニーテール、いやなんかポニーテールにしたつもりないんですけど、ちょっと後ろに結んでます。どの高さからがポニーテールなんじゃろ。ポニーテールにしよう。ポニーテールでーす。生徒がいっぱいいる。たくさん生徒が多い学校のこと、マンモス校。そうなの。マンモス校っていうのを初めて知りました。マンモス校、じゃあこれから私の学校はマンモス校ですって言おう。私の母校はマンモス校です。マンモス大きいでしょ。マンモス見たことない。マンモスってなんか動物園にもいないよね。マンモスどこにいるんだろう。え、待って、そうなの、もういないの。そうなん、私マンモス違う国によると思いやった。あのモンゴルとか絶滅してる。いつ、そうなの、絶滅マンモス少女マンモス少女黒髪少女みたいな言い方しちゃった意味のわからんこと言っちゃったえ、なんかイメージ、そういると思ってた。あのなんかあの海外に間違えました。なんか変なこと言っちゃった。絶滅マンモス少女、うん、なんかあの口が勝手に動いた。ゾウじゃないよ、知ってるよ。あのここからこう牙が2本出てるやつっしょ。知ってます。確かになんか動物園とかで見たことないなと思った。もうなんか絶滅したっていう事実は知らんかったわ。
絶滅の危機マンモス少女よダメ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 、黒髪少女ですなんでだろう、大きくて強いのに絶滅しちゃうんですね。まあ確かに恐竜もそうか、恐竜と一緒だね。ダメだ、もう今日はなんか変なこと言ってしまいます。初めて知ったマンモスが絶滅したこと、教えていただきありがとうございますいつ絶滅したんだろう。恐竜？氷河期っていつやろ？千カンカン。おる。知る。デボン。氷河期とはいつ？私のあの言えるのここまで、あの千なんちゃら期、カンブリア期、そういう覚え方あるんだ。じゃあ自分なりの覚え方、オルビス期、シルなんちゃら期、デボン期みたいなやつある。それのうちの氷河期ってことでしょ？そう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 、あの昔、一番昔から千カンカン、千なんちゃら期、千カンブリア期、カンブリア期、千カンカンカン、千カンカン。え、そうだよ、こうやって覚えてたんだよ。あの高校1年生ぐらいの時に、千カンカンオルシルデボンみたいな感じでひたすらにもう意味のわからん覚え方してましたえ、何言い出したかと思った？あのぜひ使ってください、この覚え方。あ、そう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 、白亜紀とかジュラ紀とか、そうだ。マンモス絶滅は知らんかったね。なんでだろう、なんかなんちゃら紀を覚えるのに必死になりすぎて、その時に何があったかは知りません、あまり。一切、あ、そう、あの私あれなんですけど、なんか例えば時代を覚えることができても、その時代に何があったかが覚えられないんですよ。なんで、まあ時代も覚えてないんですけどなんか全然その内容が覚えられなくて、人の名前が覚えられてもその人が何をしたのか覚えられないから、結局どこに名前を書いたらいいかわからないみたいな、どこに回答を書けばいいかわからないみたいなのが多発する。そう、だから、あ、知ってるみたいなのあるんですけど、単語はめちゃめちゃ、でも結局それが何だったのかはわからん。そうなんです。なんで、あの暗記系、そういう歴史系とか、なんか生物じゃないな、これなんだっけ、地理じゃなくてなんだっけ、忘れました、こういうやつ。年号はちょっともう覚えてなくて、あんまり、すみません。地学だ、地学、懐かしい地学。カラソル、ありがとうございます。覚えれんな。その人の性格も覚えた方が覚えやすい。
あーなんかその人が来てくれたらいいんですけどね、私の教科書にこの人はマイペースとか書いてくれてたらいいんですけど、もう書いてないからな、難しい。勝手に考えちゃう。でもわかります、あの豊臣秀吉はあのこの脇の下であの草履を温めたんですよ、織田信長さんの、っていうのを覚えてます。なんか気が利く人でした。脇ではない、え脇だよ、なんか温めるの、ここでこうやってこう2足あるからちょうどいい2足右左みたいな。ふんたばり、ありがとうございます。なんかそれは知ってるよ。懐だよ。え待って、懐ってどこ？懐ってさ、ここら辺のことじゃないんですか？懐があんまよくわからんな。うん。想像？胸、お腹、やっぱ脇もじゃん。ね絶対そうだよ。だって胸とお腹で挟んであるんだから脇でしょ。絶対そうだよ、絶対挟んで温めたよ。だって挟まないと温まらないもん。絶対そうだって。でも脇で温めたとは書いてないけど絶対そうだよ。絶対1回ぐらいは脇で温めてるって絶対絶対そうだよ。知らんけど会ったことないしな。ありがとうございます。織田信長さん何したか覚えてるよ。待ってね、刀狩りでしょ。なんかあの逆らえないようにあの村人のなんか刀取ったんでしょ。あれこれ秀吉？嘘、待ってこれ秀吉か、あこれ豊臣秀吉でしたあれあれ織田信長さんは待ってよ、私の記憶が待ってね、織田信長さんはなんか かっこいいセリフ言うよね。本能寺の変わかるよ。本能寺の変、私見てたもん大河ドラマ。あのさ、なんか私その
小学5年生か6年生か忘れましたけど、そんぐらいの時にあのちょうどやってて大河ドラマが、それで織田信長さんがもう最初の方に亡くなってしまうんですけど見てたんですよ。それでめっちゃかっこいいセリフ言ってたなっていう思い出は残ってます。めちゃめちゃかっこいいセリフ言ってた。ゴー、そう、主人公は上野樹里さん。ゴー、なんて言ってたん？己を信じよって言ってた。本当だよ、本当だからね。私なんかそれでさ、なんかあのなんかそれでちょっとなんですか、中学生ぐらいになるようなものを発症しかけました。ちょっとイケイケになってました。学校で言ってましたこのセリフ。こういう感じになってました。そのあの織田信長さんにあの影響受けたんですよ私は。そういう最初の、そうなんです。まあ、もう覚えてないな。あれ、刀狩りしたのは豊臣秀吉さんだったんですね。難しい。混ざってたな。私の記憶がないけど、好きな時代はもうなんか縄文時代が好きかもしれん。あの縄文時代しかもう分からんかもしれん。なんでかっていうと教科書の一番最初だから、一番最初は新学期勉強する気になるじゃん。だから縄文時代が一番なんか勉強した記憶がある。でも縄文時代がお勉強して弥生時代ぐらいから諦めるの、なんかあもう無理やみたいな。で弥生時代でもだんだん諦めてきて、だからなんか好きな時代って言ったら縄文時代が、覚えてないかもあんまり。でも人は覚えてる。あの中富の鎌足さんみたいな人が出てきたりしたのも覚えてるし、あの小野妹子さんみたいな人も出てきたのも覚えてるし、人は覚えてるんですよ。なんですけどその方たちが何をしたかはあんま覚えてなくて説明はできません。大化の改新、あの聞いたことあるんです。聞いたことあるっていうか分かるんです。でも説明はできないです、正直言って。
本当に歴史はダメなの。ダメ、もうダメ。得意教科は古典。無芸なり。嘘です。なんだろうな、家庭科とか。古典はでもちょっと好きだったんですよ。もう忘れちゃったけど、やらないと忘れちゃうけど。お裁縫できますよ。裁縫できます。ちょっとアレックス出そうと思ったのに、アレックスが血が縫った。できますよ。文系やな。そうですね、私文系でした。あの文系理系選択があったんですけど、文系でした。文系行けましたね。ですが歴史とかはできないです。歴史の話をしたらもう自分のなんかもうアホっぷりがバレるので、まあもう分かってると思うんですけど、ちょっと困りますね。体育出てたよ、ちゃんと。成績悪かったかも。現代社会一番苦手です。できません。マットの得意そう。そうなんです、私平行バランスがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。これはもう自分でも言える、めちゃめちゃ平行バランス得意で、あのお手本もやったことがある。もう本当にマット運動得意です。でもあんま使えません、マット運動。そんなの体が柔らかいのはいいかもしれないけど、うん、ちょっとでも後転は苦手かも。若干首が前転は得意。もういくらでも転がります。この間ソラハの家に遊びに行ったんですけど、ソラハの家で前転しました。めちゃめちゃ迷惑。ソラハの家前転できそうなぐらいなんか片付いてたので、前転していいって言ってコロン。いやなんかめちゃソラハの家すごい片付いてるんですよ。もうめちゃくちゃもうミニマリストで、本当にめっちゃ綺麗で、物がすごいすっきりしてて、なんか前転できるぐらい広くて、そう仮に私が前転失敗してもいけるぐらい広かったので、ちょっと前転してもいいって言ってちゃんと許可取ってしたんで。私の家ね、なんか物が多いね。ソラハなんて、え、なんか前転を見届けてくれたよ、ちゃんと。
転がりたい。転がる前になる。転がる意思になります。コロ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 。ソラハはなんか、まあ私はしないけどねみたいな感じのなんかでも見届けてくれました、優しく。転がる石になれ。なんかさ、そういうのしたくなるときないですか？地味にマット運動。もう私今めちゃくちゃ泳ぎたくて、でも水着がなくて、本当に泳ぎたくて、なんかもう なんだろう、もうなんか体がムズムズするんですよ、泳ぎたすぎて。なんか運動、マット運動とか水泳とかがしたくてたまらない。お風呂じゃ泳げん、バタ足もできん。プール行きたいですね。ちょっとプールに普通に行って泳ぎたい。ジムとかプールあるのかな。競泳水着、うん、競泳水着かな。そう、実家にならあるけど持ってない。泳ぐつもりで広島にあんま来てないからさ、持ってないんだよね。富士に買いに行くわ。富士に、あのなんか富士とかにあるかな、イオンとか富士とかにあるのかな。富士グラン、ハッピーショッピードロン富士っていう富士です。富士って何？富士っていうのはあの愛媛にもあるんですけど、なんかイオンみたいな感じのショッピングセンター、センター、ショッピングモール、ショッピングセンターで合ってる。そう、多分なんか愛媛めっちゃあるんですよ。愛媛富士めっちゃあって、広島にもあるんですけど、四国にあるのか。ちょっとお世話になってます。私もです富士の音楽があるんだよ。富士の音楽、めっちゃいろんな音楽があるんだよ。東日本であまり聞かないね。あー、西日本なのかな、分からん。四国なのかな。全部歌ってみて。待って、どんな歌だっけ。月の真ん中、ど真ん中テテテテみたいなやつなかった。誰かわかりませんかこんな歌あった気がする。私も富士よく行きます。あるよね。あ、これどこが発祥なんだろう。愛媛なのかなえ、あるよね。でで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 でおっとおっとなんちゃら価格でちゃ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 でで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 でちゃ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 今日も
あなた違うなんちゃらららららら月の中一やってます富士のお店で流れてるんですよ。この手からその手へ富士みたいな感じの音楽が流れてる。あ違うこんな歌詞じゃないかな。ちょっと空耳いいことなんちゃらこの手からその手に富士かこの手からその手に富士いいこと手渡し声が出いいもの手渡しそう富士の歌で検索したら出てきます多分店内でずっと流れてる、うん、聞いてみてください富士の音楽あいた腰がゴリって言った民謡民富士そうポエムの歌知ってる。それは愛媛県のなんかあのあれですよね CM とかわかりますよ。サイ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 総力サイなな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 こんな感じだっけもうこんな感じだったっけちょっと空耳すぎて分かりませんね。これも富士の歌めちゃめちゃあるんですよ。そうなんですよ。ポエムはミルクの香りドゥルルンバターの風味ドゥルルン優しくソフトに焼き上げたドゥルルトゥトゥンポエムだよちょっと声がじゃあ私のさ最初キャッチフレーズさあのクエスチョン瀬戸内に迷い降りたのはマイキューセンキュー愛媛県出身マイキューこと中村舞ですっていうのが今のキャッチフレーズなんですけど本当はキャッチフレーズ別の案がもう一個あってあの愛媛県のあのお米の CM があるんですけど愛媛育ち姫愛媛生まれ姫だから愛媛の人に食べてもらいたいみたいな感じの CM があるんですよお米ので、私その替え歌で最初キャッチフレーズ作ろうと思ってて愛媛育ちまいまいとかって私それにしようと最初思ってたんですよ。でも結局なんか、まあ、クエスチョンになったんですけどいろいろもうめっちゃ考えてたからで言ってないんですけどこれはもう最初はめっちゃ考えてこれも一つの案だったんですよ。愛媛生まれまいまい著作権がそうなんです。でもほのたんさんが今日もほのかが好き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 ってやってたからちょっとこれもいけるかなと思ってちょっと最初ね狙ってたっていうかこれにしようかなと思ったんですけど結局これはそうやめちゃったっていう。そうなんです。私のキャッチフレーズ誕生秘話実は候補がこれだった。お蔵入りですね。初知りですか。
そうそうなんですよ、めっちゃ迷ったキャッチフレーズ。そうなんです、今はこれでクエスチョンでちょっと落ち着いてますけども。ギフトありがとうございます。そのうちね、あと3年後ぐらいにはアンサーに変わってます。アンサーマイキューでした、センキュー。もういきなりクエスチョンなしです。アンサーマイキューでした、センキュー。愛媛県出身マイキューこと中村舞です、よろしくお願いします。5年間クエスチョンやって次アンサーに変わるからそう急に変わるから、成長するんですよ。マイエマイキューからマイエに昇格します。Q ときたらアンサーで Q&A マイエで、私は将来マイエになるんでよろしくお願いします。ありがとう。A はどこから Q の進化系、 Q の次は A でしょ、クエスチョンのまたアンサーでしょ。いつの間にかある年のプロフィールがいきなり眉毛になっているかもしれないので皆さん気をつけてください。 A 型になる、あー A 型になります。まさかの血液型が急に変わるという変異型、突然変異でございます。 A 型、姉も A、 でもお姉ちゃんは A 型なんですよ。なのでもうお姉ちゃんもともと姉 A です。本当は今まで姉級とか言ってましたけど、実は姉 A でした。お姉ちゃんは毎級姉 A で、言いにくい、確かに姉 A 言いにくいですね。姉ちゃん A 型だから、母級と父級はまあだから母 O ですねで父 A ですなんか面白い、母 O と父 A ですもう母さんが O 型なので、お父さんが A 型なのでそういうことですね。そういうこと。父が AO ってこと、そうだね。お母さんが QO ってことだね。そうそうそう、お父さん AQ だから Q と Q とって私 QQ なんで、センキューマイ Q。 遺伝、遺伝しました。姉は生まれるよ、生まれる AO だよ。いや私この血液型問題考えてたらさ、 O 型はいつか少なくなるんだって考えてたら一回切なくなったことがあるんだよな。 O 型は結構な、もう何百年後かもしれないんですけどめっちゃ少なくなる確率が高いですよね。なんか単純計算で
そうでもない、本当なんか AB 型、今 AB 型が一番少ないじゃないですか。でも O 型の方が少なくなる未来があるんじゃないかなとちょっと予想してるんですけど、ないかな、そんなこと。旧型あ、そんなこともないか。うん、なんかちょっと考えてて、そう、 O が OO で O ってなんか打ち消されちゃうじゃないですか。だから O って少なくなるかなって考えてて、そうでもないか。人間いっぱいいるもんな。多分ない、私の考えすぎ。私めっちゃ心配性なんですよ、そういうのばっかり考えてる。蚊に刺されやすい。私の蚊に刺されたやつ治らないんです。あれ、あ、これなんかで蚊の食事跡です。これがここに跡が、うん、赤いアロエ塗りたい。あんまり血なさそう。あるわどういうことや、あるわ。蚊にあげるぐらいはありますよ。爪でバッテンする？いや、してたんだけどね、昔。なんかね、かゆいかゆいって私幼稚園の頃に言いすぎて、ばあちゃんに手出しなさいって言われてペーンってされて、そしたら痛みでかゆみが飛ぶんですよ。それを分かっていこう、私かゆいところは結構パーンって叩くようにしてて、なんか跡ついちゃうから、めっちゃもうパーンって叩いたらなんかヒリヒリして痛みがスーってなくなるんですよ。やってみてください、蚊に噛まれた方ばあちゃん方式。おばあちゃんから教わった。なんかちょっと赤くなるんですよ、もう叩かれたら。でヒリヒリヒリってちょっとじんわり温かい感じになっていい感じ。ばあちゃんの知恵袋、うん知恵袋、ヤフー知恵袋みたい。ばあちゃん知恵袋あと3分か。はい、早いですね。今日なんか何の話したっけ。総括は絶滅マンモス少女ということで、本日の総括、皆さん、マンモスは絶滅しました。覚えておきましょう、これテストに出ます。絶滅マンモス少女。はい、これで本日は終わります。まとめに入りました。本日の総括です。はい、ということで本当に終わります。あと2分。何の授業？雑学マイキュー授業でした。キリッツレイ、ありがとうございました。着席。それでは皆さん、気になる方は富士の音楽調べてみてください。私が歌ってたメロディーだから、ちょっと音痴だったけど。おやすみなさい。今日金曜日だよ、みんな。明日土曜日です。土曜日、やった。金曜日よく頑張りました皆さん。
一日お疲れ様です。また明日頑張りましょう。それではじゃんけんぽい。また明日。いなかった？私はチョキを出しました。イエーイ。明日もいい日になりますように。またね。おやすみ。いい夢見てください。